任期満了に伴う山本町長選挙は、新人の橋本真一さんが現職を破り初当選しました。また、気仙沼市長選挙は、現職が無投票で4回目の当選を決めました。万歳！山本町長選挙は、新人で元町議会議員の橋本真一さんが、4回目の当選を目指した現職をおよそ850票差で破り、初当選しました。新市街地と既存の集落との融合、そしてつながりをどうやって作っていくか、それを考えてバランスのいい街づくりをしたいと思います。また昨日は、任期満了に伴う気仙沼市長選挙が告示されましたが、現職の菅原茂さんのほかに立候補の届け出がなく、菅原さんが無投票で4回目の当選を決めました。